はい、こんにちは、わたがしです。この間ね、ホールでパチンコそれからスロットのね大当たり履歴を確認していたら、いくつかね打つ価値がないような履歴の台がありましたので、まあ、今回はね注意喚起がてら、まあ、ゆるーくね、ご紹介していきたいと思います。まあもちろんね、他の方が打っている台っていうのは、写真に収めることができないので、まあ空き台のみとなります。はい、じゃあそれでは見ていきましょう。どうぞ。はい、じゃあまず1つ目、こちらは、北斗無双のねアマデジ無限盗乱で撮影したのは確かね、平日火曜日だった気がします。はい、で、撮影時刻というのは午後の2時ですね。で、履歴を見ていただければ分かる通り、新しい方からね6連続で単発と、そして、その前はねラッシュに突入したのにもかかわらず駆け抜けで、2連、あとは単発と3連のみというね、まあこの無限盗乱っていうのはね継続率が ST プラス時短で約 87% あることが、魅力的なのにね、ラッシュに突入しなければ連チャンもしないというね、まあ打ち手側にメリットがない台と言えますね。まあただね、こういう履歴を見てしまうとそろそろラッシュに突入するだろうとかね思って打ってしまう方がいらっしゃるんですが、それはね、完全なる養分ですから絶対にやめましょう。はい、じゃあ次いきます。2つ目、こちらもね同じく北斗無双無限盗乱で同じ店舗のほぼ同時刻に撮影したものです。当日は1回大当たりを引いていて、単発後にね320ハマって放置されているといった感じなんですね。この台は9連続で単発、その前はね13連チャンしているという履歴なんですが、無限盗乱はね初当たり時の 94.5% は時短が30回しかないので、9回ね全て時短30回だとして、あとね、30回転後の、まあ、電池保留を5つね貯めれることを考慮すると、最低でもね電サポで315回転回すことができるはずなんですが、まあ、全てスルーということでね、ましてやね320回転で放置ですから、まあ、もはやね確率がアマデジではないみたいな感じになってますよね。まあ、この台っていうのはねこのお店の傾向的に、数日間出さないと考慮することができましたので、私はもちろん打っていません。でね、案の定、まあ、夜に、台のね履歴を見てみたら、他の方がね座られていて、まあ、プラス3回連続でスルーして、まあ、続行していました。まあ、打っていたのでね、写真を撮ることができませんでしたが、はい、まあ、つまりね合計で12スルーしていましたね。まあ、無限盗乱っていうのはね、爆発力っていうのはすごくあるんですが、まあ、時短がね30回転しかないので、まあ、やはりね安定はしない機種と言えますね。はい、じゃあ次3台目、こちらはねレッカーの炎のアマデジで、まあ、全画面じゃなくてね、申し訳ないんですが、なんと当日、8連続スルーで、前日は、見れる限りで最後2回はスルーしているので、合計で10スルーしている台ですね。はい、まあ、これがね、スロットのバジリスク絆とかならね激うまなんですが、パチンコの場合はね、スルー回数とか、もちろん関係ありませんので、ただのねゴミ台と言えます。でしかもね、無限盗乱と違って、レッカーの炎の場合はね時短が40回転つきますから、本来であればねラッシュ突入率はこちらの方がいいはずなんですよね。まあこのようにね、パチンコというのはね悪い方に偏ってしまうことっていうのはめちゃくちゃあるんですが、いい方にね傾くことっていうのは本当に少ないと思います。まあもちろんね確率なので、まあ台の良し悪しっていうのはいずれ収束するはずなんですが、まあそれでもね私は長年パチンコスロットを打っていて、悪い方にまあ傾いているっていう感じはしますね。まあ単純にね、私の引きが悪いのかどうかっていうのはまあわかりませんがね。はい、まあそういった感じで、じゃあ次4つ目いきます。はい、じゃあ最後4つ目、まあ番外編となるんですが、こちらはねスロットの置き時トロピカルなんですが、7連続でビッグなしの、1回だけね32ゲーム以内の当選がある台で、111ゲームで放置されているという台ですね。はい、まあ、確かにね初当たりがめちゃめちゃ軽いので、まあ一見ね打ってしまいがちなデータなんですが、で置きトロっていうのはね、スルー回数が多くても天国移行率にあまり変化がないので、旨味は少ないですから、まあこちらもね無理して打つ必要はないかなといった感じはします。はい、まあただね、こんなにまあ初当たりがね軽い置きトロっていうのもすごく珍しいので、立ち回っていない時ならね、私も打ってみたいという気持ちはまあありますがね。はい、まあまずはまずね、こんなマイナーな台を置いている店舗さんの方が少ないと思いますが、
皆さんのホールには、まだ導入されていますか？この機種っていうのはね、自力感がめちゃめちゃ強い機種なんですが、設定6だけねズバ抜けて安定しているんで、まあ、柴田さん来店時とかにね、ぜひぜひ狙ってみてください。あと個人的に、この画像の、合算110分の1で、まあ、ゲーム数が111でやめられているところが好きです。はい、とまあね、どうでもいい情報なんですが、今回はね、こんな感じで、パチンコ3台、それからスロット1台のね履歴をご紹介させていただきました。もしねこんな履歴の台があるんだけど、またはあったんだけど、どうしたらいいんだろうと思ったらね、スマホでパシャパシャっとね写真を撮っていただいて、ぜひね私に、LINE で、LINE アットにてね、ご相談ください。それ以外にもね、バイナリーオプションとか FX の投資系ですね、こちらについての、マンツーマンコンサルティングも受けたまっております。 LINE の友達追加方法ですが、左下にね記載してある、QR コードを読み取っていただくか、またはね、LINE アプリの ID 検索にてwata777と入力をしていただくか、もしくは、動画下の概要欄に記載してある、友達追加リンクからアクセスをしていただくか、この3つのどれかとなります。で、LINE アプリのね ID 検索をする際は、先頭のねアットマークを抜かしてしまいますと、別の方が出てきてしまいますので十分ご注意してください。あとこの動画がいいなと思ったらグッドボタン、それから YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは本日も動画をご視聴いただきましてありがとうございました。